巨人、阿部監督、ドラ1西舘はまず敗戦処理。巨人の阿部慎之助監督、44、が27日ドラフト1位の中大西舘雄飛投手、21、が投手の即戦力ルーキーも特別扱いせず、先発起用の場合、負け試合のリリーフからスタートさせる方針を示した。すでに、チームの決め事として2軍で無双してもすぐ1軍で先発させない、と阿部ルールの導入を公言しているが、実績のない新人にも、ルールに従って、もし1軍にいれば敗戦処理から行かせます、と適用、段階を踏んで競争ステップアップを図り投手王国を目指す。実際に監督やったらいっぱいの重みでそんな悠長に構えてる余裕なくなる。先発に穴が開く、ドラ1が2軍で高騰、じゃあ次は上で先発でこうなる。というかプロの監督が敗戦処理ってワード使うの初めて聞いたわ。確かに敗戦処理命じる側の人間はそれは言わんよな。選手のプライドとか考えないんかな。阿部って立浪より古いタイプの監督だよな。立浪はそこまでバントはしないけど阿部はバント重視宣言してるし、他球団を欺くために漬物を演じてるだけかもしれないじゃないですか。阿部はそんな年寄りでもないのに老外戦振りでやる前からあかんやろ。強豪ドラ1を敗戦処理で使う監督いないだろ普通。これやると敗戦処理スタートさせられるピッチャーとそうじゃないピッチャーで不満たまりそう。それこそルールのためのルール作らないと。例外が出てくると選手が不満ためるからな。地味にこれでプロ初登板初先発初勝利とかのルーキー特有の記録はなくなったんだな。まだリリーフやらせる選択肢残ってんの地味にヤバくね。強豪ドラ1を華々しくデビューさせて話題をかっさらうとかスター街道を登らせるとかそういうエンターテインメント要素皆無だもん。まあ今の時代新人即老手はフィジカル的にやめた方がいいけどな。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報をお届けしていますのでチャンネル登録をよろしくお願いします。